はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます、ブタです。今日もじゃあ動画撮っていきたいと思います。まあ、今日もと言いましてもですね、もうかなり久しぶりの動画となってしまったので、ちょっとね、しょっぱなから毎日更新してます的なノリで始めましたけども、皆さんお久しぶりでございます。まあ、前回ですね、ムクロとキリンのね、新キャラが出た時にガチャ動画を引くと言っていたのにもかかわらず、まあ、ちょっとね、放置してしまいました。で、結局ね、ガチャ引かずでもうスルーした形になっちゃったんですけど、めちゃくちゃね、なんかもったいないことした気がしてます。まあまあね、もちろんそんなこと言ってても仕方ないので、まあ言いましてもですね、あと4日後、もう8月28日はですね、記念すべき、マジバト1周年ということで、もうかなりね、はい、記念すべき日が近づいておりますから、まあ、ちょっとね、動画更新増やしてって、ちょっと盛り上げていこうと、自分も思っておりますので、またよかったらね、動画見てくれると嬉しいです。で、まあ、今日はね、ちょっと何をやっていいかというと、もうそれこそね、もういろいろ、新しいね、新機能がいろいろ追加されまして、もう、キリがないんですよ、説明していくと。まあ、なので、ちょっとね、一番ちょっと今日はやっていきたいのは、このグループ、まあ、グループっていうかもう、ギルドがね、ついに、実装開始ということで、まあ、僕もですね、しっかりマーカーを使って、このね、もうほんとそのまま、ちょっと今日カイジさんにもね、突っ込まれましたけど、ツイッターも、そうそう、僕ツイッターもちょっと久しぶりに更新したんですけども、もうほんとそのまんま会っていう名前ね、このブータローチームっていう、チームを作らせてもらったんですけども、まあありがたいことにですね、まあちょっと制限組んでないのもあったのか、もう早くもですね、まあ今日から募集して25人の方が、入ってくれました。ほんとありがとうございます。まあ入ってくれた方ね、ともども皆さん盛り上げていきましょう。はい。まあ、あとね、言うても5人入れる空きがあるので、またよかったらですね、まあ、ツイッターにも ID 載せておりますし、これ見せとこうかな。はい、ここにも今グループ ID 載せとくので、まあ、早い者勝ちですから、あと5人の方よかったらね、入ってきてもらえたらなと思います。まあ、結構このギルドがね、どういう意味があるのかっていうと、まあ、ちょっとこんな感じでね、まあ、ちょっと公開しちゃいますけど、皆さん勝手に。まあ、こうね、いろいろ、同じチーム内で、こう、お話ができたりだとか、あとは、暗黒武術会と四次元屋敷でね、ランキング、そのグループごとのランキングっていうのも出てきたので、まあ、そこで多分ね、上位に行けば、報酬がもらえたりするのかな、ちょっとあまり詳しく分かってないんですけども、まあ、いろんなね、マジバトを楽しみ方が増えております。で、ちょっと今日やっていきたいのはね、これなんですよ。まだ一回もやってないんですよね、この37。音が可愛い。めっちゃレトロな感じ。いいよね、この音楽ね。はい、まあ、こちらが、まあ、これ1回、100マーカーいるのかな ?100 マーカー使うと1回遊べるっていう感じで、まあ、ちょっと簡単にルール見ていくんですけども、まあ、数字ですね。はい。こう、ちょっと天沼くんがね、まあ、ゲームマスターの天沼くんがこう出てくるんですけども、まあ、数字をま、縦横で合計7になるように組み合わせると消えると。で、まあ、コンボを、増やしていくと、まあ、多分スコアが伸びるのかな。はい。で、まあ、7の数字に関しては、7の数字をしっかり3つ横か縦に合わせないと消えないといった感じで、もうちょっと本当ね、わかりづらい簡単な説明なんですけども、ちょっともう、説明するよりね、実践で、ちょっとお見せしようかなと、思います。いや、これずっとね、ゲーム、始まるって言ってましたもんね。やっと実装されましたって感じなんですけども、じゃあちょっと、まあ、レベル1しか選べないみたいなんで、あ、微笑みの爆弾ですね、これ歌ね。かわいい。ということで、ちょっとやっていこうと思います。どうやってやるの、これ。あ、テトリス式みたいな感じですかね。じゃちょっとこう埋めていきましょうか。ちょっとよくわかんないんですけど。あ、消えた、勝手に。あ、そういうこと?ちょっと待って。そしたら、7にしたらいいんでしょう。だからちょっとこのまま置きましょう、これでね。いや、難しすぎない？もう9とかになってますからね。あ、ちょっとこのまま行こうか。これ7消えますよね。はい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 。ちょっと難しいんですけど。これで消えるんじゃない？ね。これが多分、マックス積み上がるとダメっていう感じですよね。あ、8にしてしもうた。あ、難しくない？これ。なんか全然ちょっと、わからへんけど。これめっちゃ難しいんですけど。あ、こういうこともできるんだ。はあ、はあ。どういうことやねんって感じなんですけど。まあ、とりあえずちょっとこうね、こう。こういこう、こういこう、こういったらほら、ほらほら。横でほら消えましたから。頭いいよ。うん。
いやー、難しい難しい。ちょっと待って、違います。あ、なんかでも消えた。なんかよくわからんけど消えた。これ難しくないですか？なんか全然意味が分かってないんやけども。これ結構、なんか、シビアじゃないわ。なんか、この本当、なんていうの、何の面白みもない動画を今やってる気がする。なんかもうこれ、運で、今なんか適当に消えてるもんね。あの、何も考えず、適当に置いてますもん。あ、消えた。あ、今日もう、2コンボ行けましたよ。いや、これちょっと難しいわ、自分には。まあ、ここ消えましたね。はい。どうしたらいいのこれ。あ、消えた。ちょっと、早送りしたいぐらいやね、これ。みんな何を見せられてんのって多分今思ってるよね。いや、結構長いよね。なんかすぐ死ぬのかなみたいな感じで思ったけど。あ、ちょっと待って。これブロック消したいよ。1が来てほしいね、1。ちょっともうわかんないから適当に。あ、いいんじゃない？ 2 コンボいけたよ、今。なんかよくわかんないけど。とりあえずこう行こう。なんか難しいね、これ。なんか笑いしか起きなくなってきた。これ何なの？これ大丈夫？自分の今。あ、これで消えましたね。これほら。2コンボいけましたよ。あ、だから7を消すと今めっちゃスコアもらえた気がする。なんか、あ、ほらこれ 7消せるよ、ほら。うん、まあ、多分もう二度とこの動画撮らないですっていうぐらい、何なのこの動画っていう感じですもんね、今。いつ終わるんですかって言われそうな。タイムとかもないもんね、これ。あ、でも今レベル2になったから、これもしかしたらレベルが上がっていくと落ちてくるスピードとかも上がるかもしれないね。うん、なんかそんな気がする。うん、これで消せました。おう、いいよ。はい、もうちょっと。もう二度とこんな動画上げないですね。本当に。ごめんなさいね。皆さん。ちょっと自分でもどう、なんか何を喋っていいか分からへんくなってきたぐらい。謎なゲームなんだけど、これ面白いのかもしれないけど、よく分かんないもんね。え、みんなでもどれぐらいいってるんやろ？あの、スコア。スコアっていうかレベル？どう？みんな。何レベルいったんやろ、一回で。適当にやってるけど全然消えへん。あかんねえ、ちょっと適当にやりすぎてる？あ、でも消えた。あ、消えた。お、めっちゃいいやん。これだから、重っきし積み上げて一気に消しちゃった方が早いんじゃない？ぷよぷよ的な。ぷよぷよもあの、連鎖するのに、やっぱ結構積み上げないと、ねえ、全然、連鎖しないじゃないですか。だからこれを、なんか積んできてる気がする。いいよ。はい、消えてる。あ、だからここにこう乗っけといて、そう、このまま行こう。これで、あ、間違えた。8じゃダメやん。1、そう、これ。これが欲しかった。オッケー。いい感じ。で、いいよ。いい感じよ。あ、間違えた。今。この0消したいね。これ。いいよ。これ、はい。7消えました。はい、素晴らしい。あー、間違えたね。いや、でもまだ大丈夫。可能性はある。オッケー。いいんじゃない？あー、どうしようかな。いいかも、これはこうしよう。こういっちゃおう。で、1が来たから、ちょっとここね、高いんで、ちょっと消していこう。はい。
あー、間違えた。1が欲しかったんだ。いや、難しい。あ、これでいいんじゃない？こう、目7。いや、ちょっと待って。そう。危ない。ちょっとやばいよ、これ。やばいんじゃないこれ。やばい。あ、ゲームオーバーや。あ、でも100マーカーを使えばもう何回でもいける感じみたいです。これ何なんやろ？レベル上げたら何かあるんですかこれ。そもそも。何も書いてないよね。これ何のゲームなんですか？これを、レベルを上げると何かあるのかな？ちょっともし知ってる人いたら教えてほしいですね。ここ。あ、一人増えてる。あと4人です。はい、ということで、ちょっとね、今日マジで謎な動画をちょっと皆さんに、お見せしました。久しぶりの動画なのに、え、なんだこれっていうね。まあでも、ちょっと面白かったですね。新しい機能、ゲームセンター仕様で。まあちょっとでもね、やろうと思ってくれた方がいたら嬉しいです。はい、ということで、ちょっともうね、ぐだぐだな動画で申し訳ございませんでした。まあまたね、ちょっと毎日とは言わないですけども、まあちょっとね、撮りたい動画があれば、まあ日に日に、動画上げていこうと思ってるので、またよかったらチャンネル登録やね、グッドボタン、コメントなどもよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。